魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、みなさんコンテコ、デコのスマホ相談室のガラスマテコです。早速ですが、リスナーさんからいただいたマシュマロを黒テコに読んでもらいます。オッケー、テコちゃんに相談です。前に動画でミドルレンジモデルのおすすめ機種を紹介してくれてましたが、僕としてはハイエンドモデルの方が欲しいです。金銭的に余裕もないので、コスパ重視でおすすめのものを教えてもらえたら助かります。だって。かしこまりました。ということで、今回は返却なし、コスパで選ぶテコのおすすめハイエンドモデルを3つご紹介します。このチャンネルではスマホやタブレットの最新情報や格安 SIM やお得情報を幅広くお届けしています。目指せチャンネル登録2万名様、あと3000名様です。ぜひチャンネル登録で応援よろしくお願いします。1機種目は2024年5月発売、シャオミポコ F6 プロハイパワーエボリューション。ホワイト、ブラックの2色展開、 6.67 インチ有機 EL ディスプレイ、解像度は WQHD+、 リフレッシュレート 120Hz、 最大輝度4000ニト、 5000mAh の大容量バッテリーを搭載していて、19分でフルチャージが可能な 120W 超急速充電対応。その充電器もすぐ使えるように同梱されています。 IP53、防水防塵、ドルビーアトモス、ステレオスピーカー、生体認証は顔認証と画面内指紋認証、ソックはスナップドラゴン 8Gen2、 RAM12GB、 ROM256GB、 アンツツベンチマークバージョン 10.2.5 では総合スコア約160万、うち GPU スコアは約60万、 Geekbench6 ではシングルコアスコア1420、マルチコアスコア5030、GPU オープン CL7600。 ミドルレンジモデルとは違って桁が違うね。これなら重たいゲームも快適に遊べるね。 1.55 分の1インチセンサー、光学式手ブレ補正搭載の5000万画素広角カメラ、超広角マクロの3眼構成。対応バンドはドコモの N79 非対応ですが、 4G は国内キャリアの主要周波数に対応。 Wi-Fi7、Bluetooth 5.3、NFC 対応、ナノ SIM 2枚のデュアル SIM も利用できます。Xiaomi 公式ストアの価格は、ROM256GB モデル、69,980円。ROM512GB モデル、79,980円。楽天市場の Xiaomi 公式ストアなら、ポイントを使ったり貯めることもできるから、買うなら楽天市場の方がいいかもね。まとめると、2023年のハイエンドモデルのソックだから、重たいゲームも快適に遊べて、高画質で滑らかなディスプレイ、 5000mAh を19分でフル充電できる 120W 超急速充電、手ブレ補正も優秀な広角カメラにステレオスピーカー、ハイエンドモデルのソックを積んでるのに価格はミドルレンジ並みってのもいいよね。残念なのは販売窓口がかなり限られてて、シャオミ公式ストアか楽天市場の公式ストアぐらい。防水等級が防滴程度、大きめのスマホだから 209g と重め。お財布携帯、マイクロ SD、イヤホンジャック、ワイヤレス充電、eSIM に非対応。機能面はかなり控えめだよね。確かに機能面は残念ですが、基礎性能がかなり高く、価格が抑えられているので、一定の層に絶大な人気があるスマホです。次は2023年10月発売、Google Pixel 8。ローズ、ヘイゼル、オブシディアンの3色展開。期間限定でミントもあったけど、今は売り切れてるみたい。6.2 インチ、有機 EL ディスプレイ、解像度はフル HD+、リフレッシュレート 120Hz、最大輝度2000ニト、バッテリー容量は 4575mAh、 27W 急速充電対応、 18W ワイヤレス充電、ワイヤレス給電に対応、 IP68、 防水防塵、お財布携帯、生体認証は顔認証と画面内指紋認証、ステレオスピーカー USB3.2 Gen1
長期 OS サポート対応で OS セキュリティアップデートは最大7年対応。ソックは Google Tensor G3、 RAM 8GB、 ROM 128GB、 アンチスベンチマークバージョン 10.2.4 では総合スコア約108万、うち GPU スコアは約42万。 Geekbench 6はシングルコアスコア1448、マルチコアスコア3993、 GPU OpenCL 5461。 POCO F6 Pro と比べたら性能は低くなるけど、普段使いなら全く問題ないよね。 1.31 分の1インチセンサー、光学式手ブレ補正搭載の5000万画素広角カメラ、超広角の2眼構成、対応バンドは 5G、4G ともに国内キャリアの主要周波数に対応。 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、NFC 対応。ナノ SIM プラス eSIM のデュアル SIM 対応。 Google ストアの価格は112,900円、通常価格は au が 93,600円、ソフトバンクは 94,320円なので、au とソフトバンクモデルの方が安く買うことができます。動画作成日時点では Google ストアのキャンペーンで 87,900円に値下げされているのですが、 UQ モバイルでも取り扱いを開始したと同時に KDDI モデルに価格改定があり、割引前の通常価格は 74,000円になりました。通常価格がすでに Google ストアのキャンペーン価格より安いってやばいよね。他社からの乗り換えで指定プラン、オプションの加入で一括52,000円、最新のミドルレンジモデルとほぼ同じくらいの価格で買えちゃうのはすごい。グッドポイントは長期 OS サポート、 AI による文字起こしやカメラの補正が優秀、暗所や動画撮影にも強いカメラ、明るくて綺麗なディスプレイ、ワイヤレス充電と給電にも対応してるところです。残念なポイントはハイエンドモデルの立ち位置だけど、重たいゲームは動作のカクつきが目立つから、ゲーム目的の人にはおすすめできないのと、バッテリー持ちはちょっと物足りなさを感じるかも。カメラの出っ張りも気になる人は気になっちゃうかもね。今こんなに値下げしてるのは新型の Pixel 9の前に売り切りたいからなのかな。次は2023年8月発売、シャープアコース R8。 クリーム、ブルーの2色展開、6.39 インチ有機 EL ディスプレイ、解像度はフル HD プラス、リフレッシュレート 120Hz、 独自技術により擬似的に 240Hz にも対応。最大輝度1300ニト、バッテリー容量は 4570mAh、 18W 急速充電対応、 IP68 防水防塵、耐衝撃を含むミル規格13項目に準拠。お財布携帯、生体認証は顔認証と側面指紋認証、ドルビーアトモス、ステレオスピーカー、マイクロ SD、 イヤホンジャック、 OS3 年、セキュリティ5年の長期 OS サポート、ディスプレイポート対応、機能はモリモリです。ソックはスナップドラゴン 8Gen2、 RAM 8GB、 ROM 256GB、 アンチスベンチマークバージョン 10.2.7 では総合スコア約135万、うち GPU スコアは約53万。 Geekbench 6ではシングルコアスコア2020、マルチコアスコア5430、 GPU OpenCL 8650、 POCO F6 Pro と同じソックだし、かなり性能はいい感じだね。 1.55 分の1インチセンサー、電子式手ブレ補正搭載の5030万画素広角カメラ、超広角の2眼構成、対応バンドは 5G、4G ともに国内キャリアの主要周波数に対応。Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3、人気の Bluetooth コーデック、AptX Adaptive にも対応。NFC 対応、Nano SIM プラス eSIM のデュアル SIM にも対応しています。シャープ公式ストアの価格は 137,940円。IIJ ミオ、144,800円。マイネオ、129,624円、ドコモ、124,850円。一番高いのが IIJ ミオってのが意外。今回取り上げたいのは6月26日から販売開始となる楽天モバイルモデル、その価格はなんと 79,890円。なんかの割引が入った価格でしょこれ。 いえ、
割引前の価格ですよ。さらに楽天モバイル公式楽天市場店では回線セット購入で使える6000円オフクーポンがあるので、クーポン適用なら 73,890 円、条件に当てはまるのならさらに6000ポイントももらえるので実質6万円台で購入が可能です。基礎性能も機能面もすっごいスマホがこんな価格になるとはね。いいぞ、もっとやれ。グッドポイントは明るくて見やすい滑らかディスプレイ、防水防塵対衝撃お財布携帯、マイクロ SD イヤホンジャック、長期 OS サポート、ライカ監修のカメラ、ステレオスピーカー、マスク対応の顔認証に側面指紋認証、重たいゲームも快適に遊べる基礎性能、幅広い層におすすめできるスマホだと思います。残念ポイントは暗い場所の撮影とか光学式手ブレ補正が対応してないから動きながらの動画撮影はおすすめできないね。ワイヤレス充電非対応なのと上下のベゼルが太めなのも気になるかも。とは言っても元の価格が13万円前後のスマホが7万円台で買えちゃうのはすごいと思うよ。ちょうどアコース R8 とポコ F6 Pro についてのマシュマロもいただいてましたし、かなりお得な価格になっていたので取り上げさせていただきました。ハイエンドモデルは10万円超えが当たり前になってきているので、型落ちでも良い方はミドルレンジモデルの価格帯になれば手が出しやすくなりますよね。テコさんは型落ちハイエンドが安くなったら買ったりしますか？とのことですが、もちろん買いますよ。あんたはほとんど買おうとするでしょうが。私は型落ちでなるべく安く性能の高いスマホを使ってたいし、型落ちのハイエンドモデルはむしろおすすめだよ。いかがだったでしょうか？テコ的には防水防塵お財布携帯などにこだわりがなく、ゲームを楽しみたい方はポコ F6 Pro、 長く使いたい方は OS サポート期間が長いピクセル8、高性能多機能なスマホを求めるならアクオス R8 をおすすめします。ハイエンドモデルはもともと高額ですし、総務省の値引き規制の影響もありお得に購入することが難しくなっていますが、突然大幅な価格改定などで買いやすくなることもあるので、そのチャンスは逃さないようにしましょう。テコのチャンネルではスマホのお得情報をこれからもできるだけ早く発信していきます。このチャンネルではリスナーさんからのリクエストにお答えしたり、格安シムやスマホのお得情報なども発信しています。ご質問やご相談は動画か X のコメント欄、もしくはマシュマロにお願いいたします。メンバーシップもやっているので、ご興味のある方はメンバーになるボタンや概要欄から詳細をチェックしてみてくださいね。チャンネル登録、グッドボタン、X のフォローもお待ちしています。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではでは、明日も一緒に頑張っていこう。またね、バイバーイ。